きょう午後、芦屋市の県道でトラックが道路沿いの民家に突っ込みました。きょう午後1時ごろ、芦屋市山手町の県道でトラックが下り坂のカーブを走行していたところ、電柱やガードレールに衝突し、道路沿いの民家に突っ込みました。トラックは民家の玄関付近で停止しましたが、この事故でトラックの運転手が手に軽いけがを負いました。他にけが人はいませんでした。消防などによりますと、トラックは当時砂を積んで走行中で、運転手はブレーキの効きが悪くなり、サイドブレーキをかけたが止まらなかったと話しているということです。